は何しようかな。いない、いない、ばあ。なんなのだ、びっくりしたのだ。青い顔だなんて、気味悪いのだ。これは失礼、失礼。私の仮面のように、顔が青い人が実在したって知っていますか？知らないのだ、どういうことなのだ？1820年代、フランスからアメリカのケンタッキー州に移住してきた青色の肌を持つ一族が暮らしていました。青色の肌の人が何人もいたなんて驚きなのだ。ちなみに近親婚って知っていますか？知らないのだ。実の兄弟で結婚したり、おばと甥っ子が結婚するなど、身内の人同士で結婚することです。家族同士で結婚することか、そんなことしていいのか？日本では三親等内での結婚は禁止されています。なるほどなのだ。その一族は、青い肌のせいで人から避けられますます孤立。そして人里離れた場所で閉じこもるようになり、おばと甥が結婚したりなど近親婚が進み、次々と青い肌の人が生まれてきていたのです。そんなことがあっただなんて、知らなかったのだ。今日は当時、噂となっていたファゲート一族からゲストを連れてきました。ゲスト？どうも、こんにちは。私はマーティン・ファゲートです。タイムマシンに乗ってやってきました。そんなことができるのか？ところで、近親婚と青い肌には何か関係があるのか？私はわかりませんでしたが、20世紀頃にその謎が解かれたということで気になっています。ということで、今日は近親婚の末路について話したいと思います。気になるのだ。実はファゲート一族よりも前に、近親婚を繰り返していた一族があったのです。そうだったのか、仲間がいたなんて。今では信じられないんですが、何世紀もの間ヨーロッパの王家では近親婚をすることが頻繁に行われていました。王家が近親婚をしていたのか？そうなんです。中世以来、神聖ローマ皇帝を継承した有力な家系、スペインハプスブルグ家。一族は自分たちの純粋な血統を守るために近親交配を続けていました。オーマイガー。ハプスブルグ家の家系図を見てみましょう。近親結婚の連続で、よその家の人がほとんど存在していません。最後の代として生まれたカルロスは、兄と妹で近親交配して生まれた子供よりも、近親交配の係数が高い状態でした。1700年11月1日、スペインの王、カルロス2世が亡くなりました。彼の死によって長らくスペインを牛耳っていた王家が途絶えることになりました。いとこ同士や、おじとめいのカップリングが多いですね。家族愛が強いのだね。まあ、そういう考えもありますね。リッチな一族と同じことをしていたのか。仲間がいてよかったのだ。嬉しいです。そんなハプスブルグ家の家訓はご存知でしょうか？戦争は他の国に任せておけばいい。幸運なオーストリアよ、汝は結婚すべし。自分たちは選ばれた特別な存在。この誇り高き高貴な血を引く者たちで近親婚を繰り返し、領地を広げていく、富を増やしていく、こんな作戦の一家だったのです。身内と結婚するってどんな気持ちだったんだろう？マーティンさんはどう思ったのだ？ははは。権力と富を持ったハプスブルグ家の衣装を見てみましょうか。なんときらびやかなんでしょう。そうかな、なんか硬そうなのだ。それからこのような宮殿に住んでいたそうですよ。わーお、ビューティフォー。いつも誰かに見られてそうな家なのだ。そうですね、高価なものが並んでいますね。では、こちらのいくつかの人々の写真を見て、共通点は何だと思いますか？どれどれ。マーティンさん、せーの。顎。その通り、こちらの顎はハプスブルク家の顎と呼ばれるほど、世界的に有名な顎なんです。特徴的な顎なのだ。この一家には突出した顎を持つ人が何人も存在しています。16世代にわたる近親交配。一族の最後の王となったカルロス2世も、もちろん顎が激しく突き出していますね。家族は言ってこういうことか。まるで青い肌を持つ私の家族のようですね。ですが、顎だけではありません。彼の体には他にも変化があったんです。一体何が起きていたのだ？口の中にある舌は肥大化して大きくなりすぎていたのです。歯を噛み合わせることが難しく、食事や会話もろくにできませんでした。また足は不自由、知的障害もあり、教育を受けさせることは諦め、とにかく何でもいいから彼を生かすことが最優先されていました。舌が大きくなりすぎることがあるのか。その不気味な状態から影のあだ名は妖術師、魔女の仕業か、はたまた恐ろしい儀式のせいなのではないかと噂されていました。噂話はすぐに広まってしまいますよね。まあまあ。ポルトガルの役人は、25歳の時のカルロスを見てこんな風に表現しています。ハプスブルグ家によく見られる顎を持っている。体をまっすぐにすることはできない。動作は緩慢で無関心、呆然自失の様子である。自分の意思を持たないので、人は彼をどうにでもできる。カルロスはどういう人生だったのだ？カルロス2世は、生涯で2人の妻を持ちましたが、インポテンツだったので残念なことに子供はできませんでした。カルロス2世の1人目の妻は、マリー・ルイーズ・ドルレアンという方でした。彼女はフランス王ルイ14世の弟の娘で、子供時代は華やかな宮廷で育ちました。おじがフランス王だなんてすごいのだ。しかし、カルロスとの結婚後は幸せな日々とはほど遠く、結婚後も子供はできず、不妊の原因は明らかにカルロスでしたが、マリーのせいにされました。
泣いて過ごしていたマリーはやがて鬱になり、病的に太り、わずか26歳で亡くなってしまったんです。マリーがお気の毒なのだ。それから、2番目の妻、マリアという女性と再婚しました。さあ待望の子供を産んでくれ、ということで最初は歓迎されました。しかしながら子供はできませんでした。やっぱりダメだったのだ。時間が経つにつれて周りは冷たくなり、マリアは孤立。そして、38歳になったカルロス2世はこの世を去り、ハプスブルグ家の最後のスペイン王となりました。カルロス2世の死後、マリアはしばらくの間、年金をもらって平穏に暮らしていましたが、政治的なトラブルの影響でスペインから追放されてしまいました。マリアもお気の毒なのだ。選ばれし高貴な血を守るための努力も虚しく、一家は断絶してしまったのです。その後、空席となった王の座をかけてスペインはスペイン継承戦争へと向かっていったのでした。16世代にわたる近親婚。近親交配の弊害として先天性疾患、重度な奇形、知的障害、精神的な異常を及ぼしてしまったのです。日本の三親等内の結婚を禁止にしている意味がわかったのだ。そうですね。近親婚で生まれた子は病気や障害を持つ確率が高い。身に染みました。実は他にも、歴史的に有名な人物も近親交配の影響を受けていたことがわかったのです。そうなのか。一体どなたなのでしょう？1922年エジプトイギリス人考古学者ハワード・カーターが完全な状態の王家の墓を発見しました。その墓で数千年の時を超えて眠っていたのがツタンカーメン。彼の墓に保管されていたワインの壺に年号が記されており、わずか8歳で王位を継承したと推測されています。古代エジプト王のツタンカーメン。有名ですね。ミイラで有名って知ってるのだ。私も知っています。この方、もともとはツタンカーテンという名前だったのです。ちょっと違うのだ。どうしてなのだ？というのも両親が太陽神アテンを崇拝していて、アテンからツタンカーテンという名前だったんです。神様から名前を取っていたのか。でもどうしてそこから変わったのだ？若い王は宗教を変えました。太陽神アテンではなく、神々の王アメンを崇拝するようになったんです。つまり、アメンからツタンカーメンとなったんです。え、それが理由？王様ってすごいな。聡明な若き王。しかしながら彼は即位50年ほどしか生きることができず、紀元前1324年頃29歳でその生涯を閉じています。そのミステリアスな死の理由は後頭部に残っていた穴から、殺害されたのかと推測されたり体の損傷から狩猟中や戦車に乗っていた際に事故に遭って亡くなったのではないかと世界中で様々な説が唱えられることとなりました。発見から80年後、エジプト政府は初めて王族のミイラの遺伝子研究を許可しました。どんなことを調べたのだ？調査対象はツタンカーメンのミイラ、そしてその近親者と考えられる10人の王族のミイラ。ミイラがそんなにいたのか。どんなことがわかったのでしょう？研究チームが5世代にわたる家系図を作成することに成功しました。その結果、かなりびっくりすることがわかったんです。何なのだ？まず、ツタンカーメンの両親。つまり父と母はなんと兄弟だったんです。ツタンカーメンは近親婚の子供であったことが判明したんです。また、ツタンカーメンの妻アンケセナーメンはツタンカーメンと異母兄弟。二人のお父さんが同じ人だなんてすごいのだ。アンケセナーメンはツタンカーメンと結婚する前、なんとジップと結婚していたのです。実のお父さんと？なんてこった。近親婚あるあるですね。ははは。関係がめちゃくちゃ入り組んでるのだ。どうしてこんなことが起こったのだ？王家の人間は神聖な存在として考えられていて、王家同士で結婚することで王家の血統を守っていたそうです。なるほど、王家ってやっぱり不思議なところなのだ。DNA 研究によれば、ツタンカーメンは左足が変形してて、生まれつき歩行が難しかったそうです。近親交配の影響というものですね。やはりそうかと。そのため、彼のお墓には100本以上の杖が置かれてたのです。そんなに、王はすごいのだ。近親交配の影響、よくわかったのだ。私の7人の子供のうち3人も私のように同じく青い肌を持っていました。マーティンは青い肌が受け継がれていっていたのだね。そうなんです。青い肌で差別を受けたり辛い出来事が重なりました。そうだったのか。私たち一族は500年間、人目を避けた集落で生活を続け、おばとおいが結婚したり、いとこと結婚したり、近親婚を繰り返しました。その結果たくさんの青い人が生まれたんです。マーティンさん、この先に起こったことはご存知ですか？知らないです。教えてください。1975年ある一人の赤ちゃんが誕生しました。名前はベンジャミン・ステイシー。彼が生まれてきた瞬間、看護師も医師も衝撃を受けました。ベンジャミンの肌も真っ青だったんです。私もよく驚かれていました。すぐにさらに大きな病院へ移動させることになりました。しかし原因は不明。そこに赤ん坊の祖母がこんなことを言いました。孤立集落に住んでいる、青いファゲート一家を知っていますか？この青い赤ちゃんもファゲート一家の血を引いていました。そんな先まで受け継がれていたのですね。また1960年閉ざされた集落から青い肌を治したいと思い立ったファゲート一族の二人が病院を訪れました。
彼らは青い肌を持つことを恥じ、二人とも待合室に入ることさえ拒み、廊下で診察を待っていました。医師たちは過去の症例を調べ上げました。勇気ある行動ですね。原因は分かったのだ。メトヘモグロビン血症という遺伝性の疾患に気づいたんです。それって何なのだ。酸素を運んでいる血液中の赤いヘモグロビン、これが透けて見えて肌の色が赤やピンクに見えたりします。このヘモグロビンが機能していない青色バージョン、それがメトヘモグロビン。血液中の青いメトヘモグロビンが過剰になり、肌の色が青く見えていたんです。なるほど。青い血が流れていたのだね。でもどうやって治療したのだ。面白いことに、医師たちは青い肌をピンク色に変えるためにメチレンブルーっていう青い染料を摂取させたのです。青色に青色、どういうことなのだ。メチレンブルーは青い目とヘモグロビンを赤いヘモグロビンに変える魔法のような効果があったのです。本当に魔法のようだ。100年間閉ざされた集落で隠れるようにして生きてきた一族に希望の光が差した瞬間でした。解決できる日が来るとは、嬉しいです。本当に良かったのだ。現代ではファゲート一家の子孫のほとんどは青い色を失っています。しかしながら寒かったり怒ったりした時に今でも肌に青みを帯びるそうです。なるほど。近親婚の不思議な歴史、興味深かったのだ。遺伝は不思議ですね。短命だと考えられている近親婚だが、青い体のファゲート一家は長生きだったのです。マーティンさんの子孫ルナ、一族の中でも一番青い体を持つ彼女は13人の子供を産み、84歳でこの世を去りました。私の子孫がそんなに子供を産み長生きをしていたなんてびっくりだ。近親婚が一族の得意な特徴にどう関わってきたのか、青い肌の謎も解明されて本当に良かったのだ。希望が広がった瞬間でしたね。近親交配を繰り返すことで何かしら体に影響が出やすいことが分かりました。そうなんです。近親婚は倫理観点から良くないと思われがちですが、実際に近親交配から生まれた壊れ性遺伝子が発現する割合が増えることが科学的に分かっています。そうなのだね。人や動物は身内同士での交配である近親交配を本能や習性により避ける傾向があります。遺伝って奥が深いのだ。ありがとう。原因が分かったので私は帰ります。これがタイムマシンか。それではさようなら。バイバイなの。